今年も新茶の季節になりました。1年で最初の茶摘みがそろそろ終わり、全国の茶畑から続々と新茶の出荷が始まっています。緑茶を飲むには急須を使いますが、美味しい一服の後には茶柄がつきものですよね。この茶柄を再利用せずに捨てていませんか？茶柄の中には多くの有効成分が含まれています。よく知られているカテキンのほか、ビタミン類、食物繊維、タンパク質などです。これだけ豊富な有効成分が含まれた茶殻を捨てるのはもったいないですよね。そこで茶殻をそのまま使う、乾燥させて使うの2種類に分けて活用法をご紹介します。茶殻の活用法その1、そのまま使う。その都度茶殻を絞って冷蔵庫で保存し、用途に応じて使う方法です。まずは佃煮。茶殻を油で炒めます。醤油、砂糖、酒を加えて煮詰め、水分がなくなったらみりんを少々加えます。最後に唐辛子とごまを振りかけて完成です。チャーハン。中華鍋にサラダオイルを入れて熱し、卵を溶き入れて炒り卵を作ります。卵が固まらないうちにご飯と細かく切った茶殻を入れ、塩コショウで味を整えれば完成です。またかき揚げ。溶き卵に冷水を加え、ふるった小麦粉を混ぜて衣を用意します。細かく切った茶殻、千切りにした人参、シーチキンを混ぜて衣と合わせ、スプーンですくって油で揚げます。そして部屋のお掃除。湿った茶殻を畳の上にばらまき、ほうきで掃きます。畳の目に沿って掃くと、目の中に入り込んだ小さなゴミや埃まできれいに取れます。茶殻の活用法その2、乾燥させて使う。毎日出る茶殻を溜めておき、風通しのいい軒下などでカラカラに乾燥させてから使う方法です。ふりかけ。細かく砕いた乾燥茶殻はお茶の風味が漂う爽やかなふりかけになります。ご飯、納豆、冷ややっこ、スパゲティなど何でもかけて食が進みます。脱臭。乾燥した茶殻を小さな穴の開いた容器に入れると、冷蔵庫や下駄箱の脱臭剤になります。また茶殻を詰めたストッキングを靴やブーツに入れておくと嫌な匂いを取ってくれます。入浴剤。茶殻をガーゼなどに包んでお風呂に入れるだけでお手軽な入浴剤ができます。緑茶風呂は水虫、アトピー、湿疹など皮膚の病気に効能があり、残りの湯は翌日の拭き掃除に最適です。茶枕。乾燥茶殻がたくさん集まったらおすすめなのが茶枕です。古くなった枕の中身を出して代わりに茶殻を詰めましょう。お茶の香りが安眠を誘ってくれます。いかがでしょうか？茶殻の多彩な効能がお分かりいただけたでしょうか？これからの季節は新茶のもらい物も多くなります。飲むだけで茶殻を捨てるのはやめて、保存活用する習慣をつけてみませんか？